皆さんこんにちは。どうも生きてます。ゆうままです。いつもご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、コメントも本当に励みになっております。今回は池田さんのこれから先1ヶ月の運勢をリーディングしていこうと思います。よろしくお願いします。今回もたくさんの方へ向けたリーディングとなりますので、ピンとくるメッセージは受け取っていただいて、ピンとこないメッセージはスルーしていただいて大丈夫です。それでは早速始めていきましょう。はい、それでは今回はヘキサグラムというね、スプレッドを使っていきたいと思います。そしてまず、皆様にお願いがあります。今回のスプレッドは全体運を見るというよりは、特定のお悩みや問題を紐解いていくのに適したスプレッドになっておりますので、今一番悩んでいることとか、解決したい問題を思い浮かべてみてください。悩みがまだ決まってないよという方は動画を一時停止していただいて、決まってから動画を再生してご覧ください。はい、それでは始めていきましょう。よろしくお願いします。はい、ここだけ伏せさせていただきます。はい、それでは見ていきましょう。まず、過去の部分で力のカードが来ていて、このカードは忍耐とか辛抱とか、そういった意味合いも持つカードなので、何かご自身の中で決断したこととか、ね、覚悟を決めたことについて一生懸命、ね、有言実行をしていかなきゃいけないっていう風に出てるんですよね。他力本願になるんじゃなくて、ね、辛抱強く、忍耐強く、自分の努力で一生懸命行動していくことで、それが実ってくるよ。ね、周りからも信頼がね、得られていくよっていう、そういうカードなんですよね。これが過去の部分で来ているので、何か目標とか悩みとか、ね、問題の解決に向けて、忍耐強く有言実行ね、してきたんだよって来てるんですよね。今回のスプレッドは、特定の問題に対して切り込んでいくのに適したスプレッド、ね、そういう風に最初も説明したんですけれども、なので、こう、全体の表現は、ちょっとね、大きめにしていこうと思うので、ぜひね、ご自身に当てはめて、ご覧になってみてくださいね。そして、過去から現在に来ると、今度は、戦車のカードが来ているんですよ。そう。この過去の部分で、ね、一生懸命頑張った分、今は、その、前向きな姿勢になってる状況自体が、戦車っていうのは、ね、後ろには進めない。前にしか進めないものだから。そして、スピーディーに、そう、どんどん前進していく様子を表しているんですよね。勝利とか、成功とか、ね、困難を乗り越えるとか、すごくね、プラスのカードなので、過去から頑張ってきたことがある人は、今、そのね、成果が、で初めて来てるよって来てるんですよね。そして今度は未来のカードを見てみると、何か大きな変化や出来事が訪れるよって来ていて、それは自分の周りの環境や立場が急変するかもしれない。そういう風に現れてるんですよね。その大きな出来事っていうことに最初はショックを受けるかもしれない。なかなか身動きが取れなくなるかもしれないけれど、なぜそうなったかっていうのをしっかりと受け止めることが大事なんですよね。こちらのカードは。それを受け止めることで、それは今後の池田さんにとっての大きな財産となっていくよ。ね、さらに変化していくための材料になっていくよって来てるんですよね。大きな変化がある。それは何かのまた始まりを意味しているので、しっかりとこの現実を受け止めて、それを力にね、していってみてください。そして、池田さんの周りの方の気持ちというか、思いがね、こちらのカードで出ているんだけれども、周りの方からしたら、池田さんっていうのは、自分のね、
意思とか信念をしっかり持っている人だなっていう風に伝わっているようですね。過去にしっかりね、努力してきたことっていうのもちゃんと分かってくれてるみたいですよ。うん。努力して、で、その頑張りがあるからこそ、池田さんのことを認めてくれてる人が多いと思います。それに対して、池田さん本人はね、自分のことをどう思ってるのか、そのカードでは、隠者のカードが来てるんですよね。しっかりと自分を見つめているんですよね。これまでの経験とか、あるいはね、反省点をね、見つめて、それをね、これからどう生かしていこうかっていうことも考えているんですよね。ただこの隠者のカードっていうのは、こう自分と見つめ合うのは得意なんだけれども、自分の気持ちを表現していくのはちょっと苦手というかね、うまく自分を表現できないこともあるよっていうカードなんですよ。だから自分の中にはね、しっかりとした考えがあったとしても、それを他人に表現するのはちょっと難しいな、ちょっと伝わりにくいなってね、そういうもどかしさも感じている池田さんはいるかもしれません。はい、だけどね、このアドバイスのカードでワールドが来てるんですよ。そう、タロットカードで一番ね、いいとされているようなカードなんですよね。そう、ワールドってね、世界が完成されるね、自分の望む世界が手に入るよね、そういう意味合いもあるんだけど、今の悩みに対して一番強く出ているアドバイスは自信を持つこと、それだけなんですよ。勇気を持ったり自信を持ったりすることが何よりも大事なんだよってね、伝えられています。過去の時点でね、何かを辛抱強く一生懸命頑張ってきた過去があったとしたら、なおさらのことを、それだけの力があるんだから、悩みがあったとしても何かを変えていく力、突破していく力っていうのは池田さんにちゃんと備わっているはずだから、自分のね、意見、思い、信念っていうものを自信を持ってね、こなしていくこと、行動していくことが何よりもね、やっぱり大事なんだよっていう風にアドバイスが来ておりました。ぜひね、参考になさってみてください。はい、それではね、最終結果のカードを見ていきましょう。はい、それでは行きます。オープン。はい、こちらのカードが来ております。ワンドの10ですね。最終結果のカードなんだけど、今は確かに何かこう、抱えきれない、ね。このクロミちゃんのようにね、抱えきれない大きな悩みとか、自分のキャパシティを超えたことをこなしていたり、余裕がない状態を出てるんですけど、だけどね、この抱えてしまった悩み問題っていうのはね、それはやっぱり自分が招いたことなんだよって来てるんですよ。だからそれをもう手放してしまいたい、いっそのことをもう全部バーってバラバラーってね、そうバラバラーって手放してしまいたいって思うことがあるかもしれないけど、そこは責任を持ってそう解決していこうねって来てるんですよね。このいっぱいバンド杖があるんだけど、これを一気に解決していこうなんて思わなくてもいいから、ね、この一本ずつでいいからしっかりと問題解決していこうね。そうすることでね、逃げ出さずに乗り越えていくことで、成功だったり幸せへの道がね、また開けていくんだよって来ております。池田さんが思い浮かべてくれた悩みだったり問題、トラブルだったりっていうのはいろいろあるかもしれないけれど、だけどそれを解決していく力っていうものは備わっているはずだから、自信を持ってね、そう一つずつ少しずつでもそれを解決していこうね。解決していくには自分のね、決断に自信を持って行動していくこと、積極的に行動していくこと、そしてバランスをね、取りながらしっかりとこなしていくこと、それにはね、もしかしたら、ね、
しっかりと見つめ合っている、自分と見つめ合っている、そういうのも出てきているので、これまでの池田さんの経験が生かされてくるかもしれません。いろんな視点からその悩みを見てみて、解決のね、糸口を探してみてください。その問題、悩みがね、解決していった先には、さっきも言ったように成功だったり幸せがね、待っているよって来ておりました。諦めずにね、ぜひね、やってみてほしいと思います。はい、それではね、次のカードも見ていきましょう。はい、ちょっと言い忘れたことがあるので、追加したいんですけれども、ちょっともうこうカードをまとめてしまったんですけれどもね、このヘキサグラムのスプレッドの中でね、出てきたカードで、大アルカナが多かったんですよ。タロットカードね、知らない人は何だろうって思うかもしれないけど、タロットカードってもういっぱいね、枚数がある中で、大アルカナね、大アルカナっていうのと小アルカナっていうのがあるんですよ。ね、小アルカナっていうのは、ね、この2枚だけ。ね。あとは全部大アルカナ。で、こんなに大アルカナっていうね、こっちの大アルカナの方が強いメッセージが込められているもの。ね、そういう風に受け取ってもらえたらいいんですけど、ね、こんなにね、大アルカナがたくさん来てるんですよ。これって割と珍しいんですよね。なので、この悩みがね、あったとしても、それをしっかりと乗り越えていく力、解決していく力っていうのが、やっぱりね、強いんじゃないかなって思うんですよ。なので、本当にね、悩み事、トラブル、問題抱えてる方がね、いたとしても、諦めずにね、ここはぐっとこらえて、乗り越えていってほしいと思います。ね。はい。それではね、次、行ってみましょうか。はい、それではね、こっちのヘキサグラムが、割とこう、特定のね、問題に、対してのスプレッドだったので、ちょっと他の、仕事運とかね、金運、人間関係、恋愛とかも見ていきたいと思います。はい。はい、それではね、まず、じゃあ仕事運から見ていきましょう。仕事運でジャッジメントのカードが来ております。ね。これはね、何か仕事においてチャンスが訪れるとかね。再チャレンジ。そう。何か例えば昔仕事でうまくいかなかった事柄があったとしても、それをもう一度チャレンジしてみることで、汚名返上のチャンスがね、やってくるよとか。今までね、例えば、なんだろう、こう、温めてきたようなアイディアとかが受け入れられる、通ってくるよとかね、手応えが出てくるっていうのを表しているんですよね。仕事の中だけじゃなくて、例えば昔やってた仕事ね、それをもう一度やりたいな、もう一度チャレンジしてみたいなっていう方がいたとしたら、転職にそういった昔やっていたような職業、職種が向いているよね、そんな風にもアドバイスが来ているんですよね。そして、そうだね。ね、未完成なね、シンフォニーとロマンス。ね。職場なんだけど、そう、仕事運なんだけど、ね、ロマンス、愛とか、ね、そういうカードが来てるんですよね。これは、仕事愛なのか、ね。そう。仕事愛、ね。仕事に対する熱意、やる気っていうのがみなぎってくるのか、あるいは、それとは関係なしに、ね、例えば職場恋愛だったり、そう、好きな人ができるとかね、職場で。そう。その可能性もあるよね。未完成のシンフォニーってあるんだけど、ね、何か中途半端に、なっていることがあるのかもしれません。ね、仕事柄。まあ、立場上ね。中途半端な位置にいるとか、やらなきゃいけないことが山積みなんだけど、なぜかそれをね、いつもね、そう、終わらせることができないとか、バランスがうまく
取れてない状態も表しているんですよね。うん、そこで、まあ、タワーのねカード来てるんだけど、うん、こっちはまあルノルマンカードのタワーだから、こっちのヘキサグラムの方で説明したタワーとは別の意味なんだけど、あのね、そうだねちょっとやっぱりちょっとなんか愛、恋愛要素あるのかなって思っちゃうんだよね。うん、いや、職場恋愛なのか、あるいは職場とは全く違うところね、私生活で恋愛の方に気がいっちゃって仕事に集中できてないっていうパターンもあるのかなって思うんだよね。うん、ちょっとこれはご自身に当てはめて考えてほしいんだけど、そう、まあ、仕事愛っていうねパターンもあるかなと思うけど、でも何かこう集中できていなくて、そう、うまくね思う通りに仕事ができない、そういうのが出てるんだけど、集中しようねってきてるんだよねそう、そう、もっと真面目に集中して仕事しようねってきてるんだよね。そう、真面目にとか、このねタワーはね真面目にとか、そう、誠実さとかね、そう、そういうのを表すカードだから、ちょっと辛口だけど、今集中できてないんじゃない、仕事にちょっともうちょっと真面目にやってこうってねそんなねアドバイスが来ております。まあ、そのね、例えば本当に恋愛と仕事でなかなか両立できないっていう方もねいるかもしれないけど、そこは人間だからね、どっちも完璧にやるっていうのは難しいから、そこはバランスをね取っていけばいいと思うんですよね。仕事中にね、好きな人のことが気になって携帯ばっかり見ちゃうとかそれはさすがにやめようねって言われてるから、もちろんそんな人ばっかりじゃないと思うよ。本当に仕事愛がね出てきてるね、チャンスが訪れてるからこそ頑張ろうとしてる人もいると思うんだけど、仕事に集中できてない人もいるっていう風に出てきてるのも事実だから、仕事は仕事って割り切ろうね、ね、そんな風にアドバイスが来ております。いや、まあこのね愛っていうカードもね難しいカードだよね。愛って本当にいろんな意味があるから、そう、恋愛なのか、さっきも言ったけど仕事、ね、仕事愛なのか、恋愛対象にしても、まあ恋愛って言っても愛情だったりね、うん、博愛だったりね、家族愛だったり、いろいろありすぎて絞り込めないよねここは。うん、そう、例えばね、小さい子供がいて、その子が気になりすぎて仕事が集中できないとかもあるわけだから、一概にねここはね、そうね、ちょっとね仕事に支障が出たからといって一途さんをね責められないんだよね。そう、わかるって思っちゃうそう、わかるよって思っちゃうよそこは。だけどカードさん的なアドバイスとしては、自分のねその居場所を守るためにね、仕事場のねその立ち位置とかそういうものをね守るためには、割り切ってね、そう、真面目にやってみようねって来ておりますね。参考になさってみてください。そしてね、金運の方がね、そう、フールなんだよねフール、そう、ちょっと金銭的には衝動買い多いかなって出てるんだけど、大丈夫かな。あのね、こっちのカードでもちょっと今マイナスになってるんだよね。そう、マイナスなエネルギーが入ってきてて、うん、そう、フールって、そう、何も考えずね、そう、後先考えずにとにかく行動っていうカードだからね、もう何も考えずに好きなものを買っちゃってお金がなくなっちゃうみたいなイメージが出てきてしまうんだよね。だからしっかりね、そう、ここのカードでも考えてくださいそう、しっかりと、ね、改めて考えてみてくださいって来てるんだよね。再考してください、熟考してくださいって来てるの。だから何かお金を使うとき、これ本当に必要かなってね、ちょっと考えてみてください。うん、そう、ここはね、ね、で、木のカードも来てるから、ね、木って根付いていくもの、安定していくもの、ね、それから本当に貯金とか、ね、そういう意味合いがあるんですよ。
なのでちょっとここはね、お金使いすぎかもって自分で思う人は、お金使うときにちょっと考えてみて、ね、本当に必要かなって考えてみてね、で貯金とかね、そう貯金とかもね、できればねするように心がけてみてください。はいはい。そして人間関係あるいは恋愛でね見たいよっていう方はそちらで見てくださっても大丈夫ですね。そのカードがね、司祭のカード来ておりますね。このこれから先1ヶ月ぐらいはね、人に尽くすことを心がけてみた方が良さそうですね。思いやりの気持ちをしっかりと持って人に接していくこと、ルールとかね、秩序をしっかり守っていくこと、そうすることで周りからもね、しっかり認められていくし、周りの人をね救っていくこともできると思うんですよ。周りのね支えになったり助けになったり、そういうことができてくると思うんですよね。このカードはカリスマ性とかもね発揮できるよっていうカードでもあるので、例えば人気もね出てきたりするんじゃないかなって思いますね。恋愛であったら、例えば尊敬できるね人と付き合えるよとか、心の支えとなるような恋愛ができてくるかもしれません。あるいはね、とってもねこの神聖なね司祭のカードなので、恋愛をしていく上で結婚をね前提とした真面目な恋愛ができるよともね来てるんですよね。信頼したりね、相手をね敬ったりするような恋愛ができることで、周りからも祝福されるし、駆け引きなしのね恋ができていくんじゃないかなっていう風に出てきております。そしてこちらのカードでは、ね、やっぱりすごくねハッピーなカードが来てるんですよね。そうね、楽しい、もう自分のね好きなもの、ね、それでもう満たしてる、ね、幸せってすごくハッピーなねカード来てるので、楽しいね人間関係とか恋愛ができていくんじゃないかなと思います、ね、そして何かそうですね、より良いなんかシチュエーションがね訪れてくるかもしれません。人間関係、恋愛に関しても進展していくっていうのかな、新たなる段階にね上がっていくかもしれません、ね、そしてフィッシュ、ここで魚なんですね、これね、あの魚のカードってお金とか財産とか、そういう意味もあるんだけど、他にもねいろんな意味があるんだよね。あのアルコールとかねそう、もう水のある場所とかね、まあ、いろんな意味があるんだけど、何に対しての魚なのかちょっとここね追加で出していきましょうね。イベント、パーティー、イベント、あ、飲み会とかそういうこと、お酒、アルコール、イベント、パーティー、もう一枚出そうか。勉強、知識、情報。これあれなんじゃないかな。まあ、さっきも言った人間関係だったり、恋愛をさらにより良くしていく、ね、そういうことには、イベント？待って、イベント？結婚もあり得るってことかな。そうだね、大まかに言えば、イベント、パーティー、結婚とかね、そう、披露宴とか、そう、お金をね、使う場面とか、アルコール、お酒を飲む場面とか、そういったことが起こってきそうだねって来てるんだよね。そう。で、なんかその知識が、ね、何か勉強とか知識っていうカード来てるから、結婚式って思い浮かんだのは、結婚式ってめちゃくちゃ、いろんな情報が、なんていうのか、出てくるじゃないですか。ね、準備するにしても、すっごく大変だし、勉強しなきゃいけないし。だからね、結婚式って思い浮かんだんだよね。ねえ。あとは、本当に誰かとの、出会いを、ね、求める、中で、情報とかをいろいろ調べて、
ね、こういうパーティーがある。あ、こういうね、そう、自分の好きなコミュニティでね、あ、こういうイベントがあるなら、そう、じゃあ行ってみようかなとか、ね、そういうね、意味合いもあるのかなって思うので、うん、この時期は、そうだね、何か気になるイベント、パーティー、飲み会があるなら、行くのね、悪くないよって来てますね。そう、行くのは悪くないよって。そう。ただ、ただね、そう、金運の方をさっき見たんだけど、考えなしに使っちゃう傾向が出てるから、だからそこはしっかりと考えておいて、ね、こういういざっていう時のためにお金をちゃんと使えるように、ね、しておこうねってことなんじゃないかなと思うんだよね。だからここね、ちょっと本当に大切な人のためにお金とかね、うん、使えるようにこっちの金運の方も徐々に上げていきましょうね。大丈夫、これからでも十分頑張れば金運上げていけるよ。何事もね、努力していけばね、結果が現れるからね、頑張っていきましょう。はい、それではね、次もカード出していこうと思います。はい、それではね、出していきましょう。はい、それではね、まずこちらのカードね、これはね、そうだね、不調和ね、不調和、何か違和感をね、表しているんですよね。まあ、このカード見てもらえればわかるんだけど、そうね、違和感だらけですよね。調和が取れていないのを表しているんですよ。今の伊手座さんはその状態にあるかもしれないよって言われてるんですよね。うん、そう、何か本来の自分を出せていないとかね、うん、周りに合わせてしまっているとか、あるいは意図的に自分の気持ちを抑え込んでいるとかね、どうしてそうしてしまっている、そうなってしまっているのかっていうのは人それぞれだと思うんだけど、それが不調和ね、そう、違和感の原因なんだよっていう風に来てるんだよね。そしてこちらのカード、そうだね、伊手座さんはね、自分の信念を貫いてくださいっていう風に言われてるんだよね。周りに例えばね、認められたいっていう気持ちがね、強くある人がいたとしても、物事のね、本質ってそこじゃないんだよってね、言われてるんですよ。そう、誰かに、ね、自分のやってることに対して認められたいっていうのは後付けであって、まず自分がどうしたいか、それが一番大事なんだよってね、言われてるんですよね。あなたにね、ついてきてくれる人もいれば離れていく人もいる。離れていく人の方が多かったとしても、その人の多さで伊手座さんの価値が測れるわけじゃないんだよって教えてくれてるんですよ。たとえそばにいてくれた人の方が少なかったとしても、その人たちのことね、その人たちの方を何よりも大事にしようねって教えられてるんですよね。伊手座さんは伊手座さんの本心とか、何か決意とか目標、頑張ってることがあるなら、それを他人に左右される必要なんて何一つないんだよって。本来の自分を、ね、出せていければ、さっきのね、違和感だったり不調和、そういうものもね、なくなってくると思うんですよね。今はひょっとしたら何かがきっかけで自信を失っている伊手座さんも多いのかもしれないけど、さっきのヘキサグラムでもアドバイスで来てた通り、自信を持ってっていうね、言葉が来てたから、自分の本音とか本心に従っていっていいんだよって、まっすぐに歩いていっていいんだよって伝えてくれてるんですよね。ちょっと待ってね。はい、ごめんね、なんかちょっとね、追加で出してほしいって今ね来たんだよね。大丈夫、そう、ね、考え込みすぎてるね今伊手座さん。そう、ね、自分の殻に閉じ込まってる、閉じ込め、なんていうのかな、
自分の殻に、やっぱ閉じこまってる。ちょっと言い方よくわかんないけど、そう、ぐるぐる回ってるんだよね、頭の中で。一人で考え込みすぎている。そう。あのね、一人で解決しようと思わなくても大丈夫だよって来てるんだよ。うん、そう。誰かに頼るのが怖いのかな？うん。やっぱりね、ちょっとね、うん。一回深呼吸した方がいいね。うん。何かこう、考えが固執してしまっている。一つのことにこだわりすぎて、こうじゃなきゃダメとか、考えがね、すごく狭まってるって来てるんだよね。だからね、違和感に気づけていないよって来てるの。さっきも違和感ってあったんだけど、そう。ちょいちょいね、射手座さんを守ってくれてる存在の方とかから、違和感、ね、気づいてって、シグナルが送られてきてるんだよね。そう。ね。まず、例えば、悩みとかね。うん。これしちゃいけないよとか、ね。こうした方がいいよとかさ。うん。何かこう、小さなサインを出してくれてるんだけど、そのサインを気づかないふりをしてしまっているのか、気づいていないのか、あるいは放置してしまっているのか、ね。それが、その違和感がどんどんね、大きくなってきてるよって来てるんですよ。うん。このね、小さな違和感っていうものは、いずれどん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 大きくなって取り返しのつかないことになるよって。だからこそ気づくまで何回もそのシグナルを送るからねって言われてるんですよ。それは、射手座さんを守るためだからね。うん、怖いと思わないで欲しいんだよね。この違和感が小さいうちに取り除いて欲しいんだって。そう。それが、やっぱり最初で見た悩みだったり、問題の可能性もあるんだけど、それをね、かなり大きく膨らんでいたように感じるから、本当に少しずつでも、その問題を解決していってほしい。違和感を取り除いていってほしいっていう風に、来てるんだよね。今追加で出したのは、それこそサインが飛んできたからって言えばいいのかな。もうすっごい強い耳鳴りがしたんだよね、これをね、そう読んでる時に。だから射手座さんは何かをね、見逃してしまっている可能性があるから、普段の生活の中とか気がかりなこととかでやらなきゃいけないことがあったとして、それを何か放置してしまっているとしたら、ね、それはちょっと先にね、前倒ししてでもやった方がいいと思います。それはね、本当にね、サインだと思うから。あとは、ね、この悩みに対する解決方法っていうのがわからないんだとしたら、周りの人にね、聞いてみたり、さっきパーティーってあったんだけど、誰かと話してみて、別にパーティーほど大きくなくてもいいんだけど、ね、好きな人とか、ね、友達とかと二人でね、ご飯食べに行ったりして、ちょっと話を聞いてもらう。それだけでも、例えば自分ではね、出てこなかったようなアドバイスとか解決方法、そういうものが出てくるかもしれないんだよね。どうしても、悩んでいることが大きかったり、悩んでいる時期が長いと、ぐーっとね、視野が狭くなってきちゃうものだから、それをもう一度広げるのって、自分一人の力だとなかなか難しいんですよ。だからこそ、周りを頼ってほしい。サポートしてもらってほしいんですよ。人にね、助けを求めることとか、頼ることを恥ずかしいとかね、悪いなとかね、そんな風にね、マイナスに思う必要は、ね、全くないからね。人はやっぱり生きてたら、助けられること、助けること、当たり前だし、だから本当に辛かったら、周りに助けてって、サインを出してみてくださいね。はい、じゃあね、ちょっとここはね、長くなっちゃったんだけど、続きね、行きましょう。
はい、それじゃあね、星座オラクルカードさんからね、2枚出していきます。こちらのカードね、天体のカードさんなんだけど、ちょっとね、何枚か、出せないカードもあるので、そう、ちょっとそれは、こちらで確認してからね、出せる部分はね、出していきたいと思います。はい、いきます。はい、大丈夫でした。はいね、このカード。そう、このね、オラクルカードね、ちょっとね、はだけてるね、カードもあって、その場合はね、なんかこう、石とかでね、そう、こうやって隠したりね、しながら使ってるんだけど、今回はね、大丈夫でした。はい。それでは見ていきましょう。まず、天秤座さんのカードが来てるので、今、感情的になりすぎていませんかって来てるんだよね。うん。物事をね、やっぱり冷静に見ていかないと、そう。まあ、さっきも言った通り、それは、視野をね、広げることにもつながるんだけど、冷静に物事を見ていかないと、できることもできないよっていう風に来てるんだよね。今は何かをこう白黒つけるんじゃなくて、バランスをね、取っていくことが大事だよって来ております。最初で出てきた有言実行っていう言葉にも現れてるんだけど、有言実行ってどういうことかって言ったら、ね、天秤ってこう二つあるでしょ、ね、で、何か目標があるとして、ね、目標はすごくこうドーンって思うよね。で、その目標をやっぱり叶えていくには頑張り、ね、頑張りがこう必要なんだよね。その目標に値するぐらいのこのちょうどいいね、そうところまで行ったら目標が達成されていくんだよね。だからこそ有言実行、目標っていうのは自分のその努力次第、頑張り次第でどんどん変わっていくんだよって。それが天秤なんだよね。バランスが取れたその時こそ目標が叶うよ、願いが叶うよって来てるんだよね。だからこの時期はバランスをね、見てやっていこうねとも伝えられています。そしてこちらの蛇使い座。これはね、そうだね。何かね、時にはそう嫌なことは嫌、ね、ノーはノーってね、言っていいよって来てるんだよね。そう、全てを受け入れる必要ないよって。あとは例えば、ね、大切な人とか周りの人から頼まれ事とかね、そういうことがあったとしても、相手のためを思うなら時にはノーと言おうねとも来てるんだよね。それが相手のためなら、相手の成長につながるなら、あえて離れたところから見る、自分でやらずに相手にやらせる、そういうことも必要なんだよって来てるんだよね。断ることで嫌われたら嫌だなとかね、そういうふうに思ってしまうことあるかもしれないけど、だけどそこは心をね、強く持って、相手のためを思うなら時にはノーと言いましょうね、そういうふうにアドバイスが来ておりました。そしてこのカードはウラヌス。ね。ウラヌス座のカードなんだけど、ウラヌスっていうのはすごい独創的で想像力に溢れている星で、ね。その個性的な感性とか魅力っていうのが、いて座さんにも備わっているんだよって教えてくれてるんですよね。そしてそのオリジナリティというか、ね、個性が今必要なんだよって、特に必要なんだよって来てるんですよ。このカードがなぜ出てきたのか、それはその個性が今必要だからこそ来てるんだよね、個性だったりね、独創的な考え、本来のいて座さんっていうのは常識にとらわれないようなね、発想もできるカリスマ性があると思うんだよね。そこ今陰りがね、見えてるかもしれないからこそ、もう一度その素晴らしい魅力っていうのを発揮する時だよって来てるんですよ。悩みだったりね、いろんな問題でそれを解決していく手がかりとかヒントに、自分の個性だったり魅力っていうのが必要になってくるかもしれないですよね。それでは最後に
ラッキーカラーをね、出していこうと思います。はい。ローズ。理想的な関係を引き寄せる。この時期、人とのつながりが、ね、大事になってくるのかもしれません。ね、自分にとって、悩んだ時、相談できる相手だったり、助けてくれる相手、そういう人たちが大事になってくると思うし、そういった人たちが一体誰なのかっていうのを見極めていくことも必要になってくると思うんですよね。ね、本当に心を許せる人は誰なんだろう。自分を信頼してくれてる人は誰なんだろう。伊手座さんのことをしっかりと見てくれていて、信頼してくれていて、助けてあげたいってね、思ってくれてる人も絶対いると思うので、この時期はね、このローズ色、これをね、ラッキーカラーとして取り入れてみてください。はい、それでは、伊手座さんのリーディング以上になります。今回は、ヘキサグラム、ね、このスプレッドを使ってみたんですが、全体を通して見てみても、最初のアドバイスで来てたこと、勇気を持ってとか自信を持って自分の決断を信じてやっていってくださいっていうのがところどころに出てたんですよね。自分のね、信じた道を信じて歩んでいくこと、そこで得たね、人たちを何より大切にしてほしいとかね、決して自分の目標とかね、やりたいことを諦めないでくださいと、今こそ自分の個性とか魅力をね、引き出す時だよって、それこそ自信につながっていくと思うんだけど、たとえすぐにでも自分の決断とかね、選択に自信を持てなかったとしても、それが本当に伊手座さんのやりたいことだったり目標なら、迷っててもいいから、ちょっとずつでもいいから進んでいってほしいと思います。そして何よりもね、一人で悩まず周りを頼ること、人間関係とかね、恋愛運すごく良かったので、ぜひね、周りの方を頼りにしてみてください。はい、それでは以上になります。また次回お会いしましょう。それでは、何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。最後までご視聴いただきありがとうございます。私、ゆえママは、ココナラというサイトで個人鑑定もしておりますので、興味のある方は概要欄をご覧ください。それでは、また次回。バイバーイ。